はいどうも、芸人ギルドです。はいどうも、こんにちは、よろしく。すごいテンション高いじゃないですか。いつも深夜だったけど、今日はね、昼間だからね。確かにね。大声出せるんですよ。すいませんね。私、今日朝方 LINE が来ましてですね、はい、小池ちょっと俺の記録を見ろと、はい、スクショ機で来たんですけど、ちょっと日本ランキングの方をちょっと確認していただいてよろしいですか。はい、はい、ということで、エリック・ニコラスがですね、見事この、まあ、今もう初級区しかいけないですから、そうです、現状ね、日本ランク1位になることができました。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいよ。でこれちょっと僕もこの画像を見て思ったんですけど、うん、まあ、ニコラスさんはぼちぼちしか課金してないわけじゃないですか。そんな10万とか。そうだね、今んとこ2万だね。そうですよね、うん、で、しかも2キャラしか使っていない状態で、うん、まあ、他の方はね、みんなまあ3キャラとかもちろん使われるんですけども、2キャラで苦境の乙女ですかね。苦境の乙女とロランだね。あ、ロランですね。はい、この2つのもので、うん、日本ランク1位と、はい、はい、いうことなんですけれども、この苦境の乙女、どういった攻略法がありますでしょうか。でこいつその戦ってる最中に、はい、うん、その変身するのよ。多分ストーリーでも出てくると思うんだけど、こいつ出てきました、出てきました。はい、そうで、その変身モーション中って時間進んじゃうのよ、はい、このやっぱランキングでタイムアタックなんだけど、はい、そう、その変身モーション中はそのキャラクター動けないのに敵も無敵になって5秒間持ってかれるの、変身モーションだけで。ムービーが入って その時間も、タイムアタックの時間に加算されてしまうということですね。そう、ほう、なるほどなるほど。まあ計算したら5秒ぐらいかな、うん、うわ、はいはい、結構ありますね。そう、それ、うん、まあそういうちょっと特徴もあって、あともう一つ、はい、その、うん、バフがついてて、こいつに、ほう、物理防御力が高いのよ。なるほど。そう、物理防御が 20% アップしてるバフがついてて、はいはい、で逆に闇属性の攻撃に対して弱いのよ。闇属性の抵抗が 40% 下がってるのかな。はいはい、うん、はい、そうそう、うん、なるほどなるほど。このボスの、バフはそれってことですね。バフで、バフは、うん、そう、うんうん、だからまあなるべくその物理のそのリーフとかリーとか、おい、ルシア、ルシアとか、うんうん、まあ、エールシアねとかで殴ってもそんなに、まあ硬いのよ、うん、そうですよね。そう、うん、でもとっておきのキャラクターがいるの。何ですか。こいつだ。いやー、またこいつだ。カムイだ。まただ。見ろよ、前回ね動画になってるんですけど、カムイはめちゃくちゃいいぞと、うん、ね、いう動画撮りましたけれども、またこいつですか、うん、こいつはいい。こいつはね、物理 50% と闇 50% なんだ。闇だ。はいはいはい、はい、でこのパラメーター上だとこれなってんだけど 50% 闇、はい、これこいつ必殺技使うと、うん、ほぼほぼの攻撃闇属性になる。通常攻撃もそうだし、シグナルもほぼほぼ闇属性、はい、なるほど、になる、ほとんど、はい、はい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 、どっか物理かもしれないけどほとんど闇になるから、まあほぼほぼだから必殺技使ったらもう全部闇みたいなイメージでいい。はいはい、だからこのルシアとかはもうもう本当は物理でちょっと火あるみたいな、うん、はいはい、まあ、カレリーナもこう物理80の、そうですね、うん、そう、これもう物理 100%、 こういうので殴っちゃうとちょっと硬い、はい、まあそうですよね。けどカムイだともうゴリゴリにダメージ入るっていう。カムイ他のパーティーには入っててないですね。まあ入ってないね、ほとんど。入ってね。入ってない、入ってない。一人入ってるね。ちょっと入ってますね。はい。16位に一人だけかな。はい、16位に一人だけだ。うわ、本当だ。うん、ああでもいるわ。で、ね、実際俺別にカメイを育ててるってわけではないから。はいはいはい。まあメインアタッカールシアとかだけど、その、まあ、余ったやつで強化してるぐらいだから。はいはいはい、まあ言うて武器も6位、一応その運よくゲットしたから使ってるけど、うんうんうん、うん、そう言ってもみんなまあカムイで攻撃しても変身しちゃったら必ず5秒取られてしまうわけじゃないですか、うん、
このボスって、はい、なんでなんかあんまりそんなタイムに差は出てこないというかそんな気はするんですよね。いやこれはねもうカムイぶっ刺さりの理由も一つあって、まず闇属性っていうのでまず火力が出る、はい、はいはい、と前紹介したカムイ、はい、カムイのいいとこ紹介した時にスタン紹介したじゃん、はい、スタン紹介してくれました、はい、このボスにもスタンが効くので、なるほど、スタンコンボ決めて変身させる前に殺すっていう、うんそういうこと？そうだから変身する時間以上はもう与えない敵に。え待って、変身しそうになったらスタンを入れることによって、うん、変身できないまま殴られ放題ってことですか？うん、そうで火力があればもうそれで終わる、うん、うまくやればね。それがあるだけでだいぶタイムが縮まる。だからカムイが本当にこのボスに対してはめちゃくちゃ刺さる。見たいです僕その動画。いやもちろんあるよ。でもまあその俺が生放送でやってんだけど、普段そのミルダムっていうサイトで、はいはい、それの録画だけど、はいはい、一応あるんで、ぜひぜひそれじゃあ見てください、はい、どうぞ。はい、いやもうスキル入りずんこすぎだろ。おっしゃー変身してね。これ超早い、これは超早い。 HP 満タンだし気持ちよかった。これは超早いぞ。いやー9万4000かー、ほぼほぼ9万5000だけど。いやすごいわニコラスさん、すごいよ。気持ちいいよねこれ。いや気持ちいいなるほどね、うん、スタンを、うん、この動画だと2回決めていたかな。ね、そうだね、2回で終わってるね。で、うおー早いぞーって言ってましたもんね。うん、だからね、このボスね、変身後も、その変身後に技の種類もめっちゃ増えちゃうから、はい、で変身前ってめちゃくちゃ弱いのよ、本当に。その技も単調でワンパターンだし、はい、避けやすい、はいはい、から、もう、すべてにおいてお得、変身前に倒すっていうのが。そう、なんかね、変身しちゃうと針で囲まれて、その針を壊さないと出れなくなったりとか、はいはいはい、めちゃくちゃ厄介だけど、もうそれも関係ないから、やっぱタイム短縮にすごい影響があるっていう感じだね。いやすごいですよこれ、うん、今まで通用してた高火力のパーティーでただただ殴ってこう変身させる前にやっつけるっていうのが通用しなくなってるわけですもんね、うん、そうだね。物理のバフがかかっていてっていうのがあるから、うん、物理アタッカーがなかなか機能しづらくなっているっていうところを、闇属性とスタンを決められるカムイで、うん、戦略的に攻略したよと、うん、その結果日本ランキング1位。そうだね、ありがとうございます。いやすごいです、まあ、これまだ最終日じゃないけど、はいはい、今週は昨日も1位だったから初日どうだったかな。あ、じゃあ変な話、丸1日24時間ぐらいは超えられてないわけですねこの記録。いや、その5時リセットなんだけど、うん、5時にリセットしてやった人がどんどんこうやってスコア出していくから、はいはいはい、で俺今日昼にやって、うん、はい、まあ今抜いてって感じだね。あ、なるほど、ね、そうだから今日その1日3回できるから、はいはいはい、まあ、やる前は上位 10% とかだったかな。そうだからすごい上位 10% が1位になったわけですね、うん、いきなり、まあ、一気にドンっていくから、まあ、だからまあそのこのやんない分、はい、今週はもう地獄まで行っちゃったけど、はい、そう解放するだけでもポイントってだいぶでかいから、はいはいはい。でまあこれ一応混沌の段階でのそいつの動画だったけど、はい、まあ明日地獄やるんだけど、多分地獄でもそのもっと結構余裕あったから、シグナルショットとかにも、う
多分地獄でも通用するかなっていう気はする。わ、じゃあまたね、とりあえず地獄でいいのができたら、うん、そのプレイ映像だけは上がるかもしれないわけですね。そうだね、プレイ映像は上げようと思って、で、そのこいつと、はい、あとロランの方の一番ベストなやつを、はいはい、とりあえずその集計が入った時に上げようと思ってるので。ありがたい。でも大丈夫ですか、ニコラスさん、これに気づいた人たちがカムイで一斉にポイント狙いに来るみたいな。いや、多分ね、はい、いや、まあできなくはないけど別にいいかなっていう、うん、あ、まあ確かにね、今現状、うん、まあ1位になってこんな攻略法ありますよっていう紹介の動画ですからね。まあそう、であとその1位だけど、うん、はい、その報酬もらえりゃいいから、俺的には上位 1% は別に1位だろうが5位だろうが報酬は変わんないから、はい、まあ別に教えてもいい、ここは。なるほどなるほど、うん、ただもう、孫うことなき、ランキング1位、日本ランキング、いや、日本1位ですよ、あなた今。ありがとうございます。いや、すごいです、本当に。ということでね、今回の動画は、エリック・ニコラスが教える苦境の乙女の攻略法ですね。お送りしましたけれども、ニコラスさん、まだまだね、これから、どん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 ボスもね、変わっていきますもんね。はい。はい。なので、今後もたくさんの攻略動画出していきますので、ぜひ、この芸人ギルドチャンネル、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい。そしてですね、コメント欄の方にですね、このボス倒せませんとか、何か質問があれば、私たち、答えますので、ぜひコメント欄の方に、書いていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。